経営しているこのライブハウスで行っています。はい、これまでは日曜日の夜にみんなでおしゃべりしてきましたけれども、はい、10月から金曜日の夜にお引越ししてまいりました。金曜日の夜の皆さん、よろしくお願いします。お引越し早々ですね、はい、先週からとんでもない方にゲストに来ていただいてるんですよね。そうなんですよ、ポルノグラフィティの新庄春一さんです。今週はどんな話を聞きましょうか。でもやっぱり私たち先週ねお話ししてたのが、うんうん、あのきっかけとか、はい、でそこから春一さんにラジオに呼んでいただいたということで、うんうんうん、春一さんは私たちにとってラジオの大先輩でもあるじゃないですか。そうですね、うん、春一さんとラジオっていうところもお話伺っていきたいですね。そうですね、うん、はい、さあ番組ハッシュタグはハッシュタグ知らんけどアッパー、アッパーはカタカナで、実況ポストをどうぞよろしくお願いいたします。それではこの後11時55分までの55分間最後までどうぞお付き合いお願いいたします。ではまずは先週のお話にも出てきました私たちの代表曲からしましょう。ポルノでイン・ボビーマン。はい、
されてから5年いや、だからそう、これが始まったことだけど、うん、デビュー前からやってるし、はい、で2人でやってたんだから飛び、ダンスを飛び入れたことがないんだよね、うん、は、自信があってデビュー前からずっとやってる。お前ね、俺すごいラジオ好きみたいだった中のラップ部分を担当させていただいたんですが、
本の方に入り込めないわけ。なんかね、怖い先輩、ヤンキーの先輩に目合わさんよ。自分で書いてたりとか、詩も書いてましたよね。
瞬間瞬間ではどうしようっていう。ポジションアップ7番、7抜き、7抜き。だからその先から自分が曲作りたかったみたいな。Yes。作りたい作りたいだけど作れ、なんかもう作るのやめとこうみたいな感じではなかったってことですか。ソングライター。ここ取れるかな。はい、曲の方。はい。まあ、やっぱ俺はソングライターっていう人種だと思うんだよ。はい。言葉書く。ここ取れるかね。なんか悲しいことがあったら曲書くって人もいるけど、メロディーを書く。はいはい、どうしたらいいんだろう。ここを何を選ぶ、自分の感情表現に何を使うかっていう。はい、ここ